2B2 のトーキンリズム&ブルース。ゴールデンウィークが終わったよ。はい。ちゅうことで。終わっちゃいましたね。ね、うん、結構長かったよね。まあゴールデンウィークだから長いのか。まあ長い人は10連休っていうの。あ、そうだよね。ね。うん。我々はその間、うん、ライブいっぱいあってね。そうね。4月の終わりから数えたら4本ぐらいやってますかね。ね、前回の熊谷のね、そう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 、加藤さんと一緒にやったやつとかと、それと、新大田でね、リーファンディ君の、そうなのよ、新婦のね、レコ発にもらったり、うん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 、でゴールデンウィーク後半は岡山白下公会堂でアコースティックライブやって、うんうん、四国は四国中央市の四国中ホールで山地風ロックフェスっていうのが ね最終日に出ましたけれども、はいはい、結構やりましたね。移動距離も多かったけども、長かったけど。やったね。はい。しかもなんかこう、そう、いろんな場所にいるなって思いましたよ。ね、割と西の方が多かったけども、行きましたね。うん。さあさあさあ、新大田フィーバーも、うん、久々か？久々でもないのか。フィーバーはいつ以来だろうな。あ、1月やったね。うん、1月俺ら。そうか、ワンマンやったんだ。新春ファンカリズムだ。そうだそうだ。やってたわ。それ以来ですよ。うんうん。でもなんか、うん、あの、フィーバーのさ、店員さんと仲良しだからいろいろ話してて、うん、スクービードゥの企画で、ほら、ヤングブラッドとかもやってたからさ、うんうん、そうね。俺らの企画とか、ワンマン以外でなんかそういう対バンで呼ばれるスクービードゥってなんか、すんごい久々じゃないですかとか言われて。そうだね。うん、あ、確かにそうだな。昔さ、うん、そう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 なの、そうなのよ。それで、3、4年前かなとか思ってたら、うん、去年ニートに呼ばれてて。そうですよ。1年前だよね、ちょうどね。4月だよね。そうそうそう。418とかそんなだった気がするけど。だから、あ、ニートビーズに呼ばれてましたね、つって。そうそうそう。全然なんか忘れてましたわ、ニートビーズって。忘れてたっつうか、そのほら、俺だとまあほら、仲いいっちゅうかさ。そうね。ね。仲良しツーマンだから、うん、あ、なんかあんまりこう、お呼ばれしてるって感じなかったっすね、とかっつって。うんうん。あの時にね、ちょっと同窓会っぽくて、バックステージもすごい人、ね。そうそうそう。いろんな人に会いするみたいな。ちょっとこのいいきっかけだから会いに来たで、みたいなね。そうそうそう。いっぱいいて楽しかったですけど、うん、それがね、会、うん、版はだからそれ以来か。うんうん、1年ぶりぐらいでね。うん、楽しかったね。ニー君とやったのも久々だったけど。ニー君のね、また新キロって新譜がね、もらったんだけどもね。うんうんうん。すごく良くてさ。いいよね、あれね。うん。うん、なんか、本当気持ちいい感じ で、うんうん、でしかもなんかもうなんていうの、新しいとか古いとかそういう次元じゃなくてさ、うんうんうん、なんかリーファンデっていう音楽がもう完成してるような感じで、うん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 、なんかねちょっと心地よくて聞いてしまいましたね。ね、しばらく、はい、アルバムも2枚ぐらい出てるのかな。リー君はシングルもいくつか出してるけど、 ね、うん、その前の年になんかもう1枚出てました ね、 ね、それも良かったけど ね、 うん、いやだからなんかこのさ、うん、感じで、まあ本人はもうこの感じが好きだからっつって全力でやってると思うけど、うん、この感じでこう突き進んでっつうかさ、いっぱいね、アルバム出してほしいなって思ったの、ね、やっててね、うんうん。僕も最後に一曲一緒に歌わせてもらったんですよ。うんうん、熱風の吸収っていう曲で、それはシングルで出てたんだけど、はいはい、うん、で僕なんか出た時にコメント書いてくださいとかって言われてさ、うんうん、で、あ、もう結構前にそれも出たよね、とかって聞いたら、うんうん、2019年だった、それ。あ、その3年前？そう。もっと、なんか7、8年前ぐらい出て、コメント書いたような記憶だったんだけど、で、それをさ、別にそれは僕参加はしてないんだけど、うん、今回その曲最後にやるんで一緒に歌ってくださいとかって言われて。いい曲だったよね、あれもね。ね、いいよね。うん、で、あの曲、こうさ、うん、サビがあるんだけど、決めがある、決め的なサビっていうかさ、うんうんうん、身ぐるみ剥がされてっていうさ、はいはい、こう、あれなんだけど、うん、すごいさ、原曲でレコーディングバージョン聞いててもさ、そのサビの部分がさ、バンド全部でこう決めてて、うんうん、ちょっとこうリット気味なんですよ。うん、歌に合っててさ、はいはい、身ぐるみ。遅くなっていくってこと、ね、そうそう、どんどんだんだん遅くなっていく。はい、うん、でそこ気持ちいいなと思って。うん、で本番、ってかリハか。リハで初めてバンドで合わせたらさ、うん、そのレコーディングバージョンよりも、うん、すんごい、すんごいさらにための効いたリットになってて。
なるほど、なるほど。そうそう、うん。で、これすごいね、このこってり具合っつって。俺大好きだよ、これって言ったら、ドラマーの彼がさ、やっぱそういう、このリットがこう大好きらしくて。うんうん、彼がもう。あの人いい、なんかリズム。いいよね。ドラムだったな。ラディックのオールドのね、なんか69年のドラムとかって言ったけど。いや、なんかね、ヴィンテージな音しててさ。そうそうそう。よかったな。前も。叩きっぷりもそんな感じで。ね、そう、前も彼だったよね。そうだったよね。気持ちよくて。そうそうそう、うん。で、本番もやっぱやってみたらさ。うん、本番もリハ以上に溜めまくっててさ。そうかそうか。すげえいいと思って。うん。で、最後終わった後に。うん。いやすごい、やっぱ気持ちよかったわ。最高だねっていう話をしたら。うん、このためを褒めてくれたのは小山さんと山川のりおさんだけですって言われて、おーすげえギターファンやっぱね、山川のりおさんもいいとこ聞いてるなっていうか、いいツボをお持ちでっていう、山川さんに俺会ったことないけどグッド好きになったね、やっぱ山川さんがギターファンだが出てくるとそうそうそう、なんでそこでなんか接点があったのかもね、なんか多分一緒にやった時に、うんうん、いやなるほど、君いい試してるねっていう、山川のりおさん以来の二人目ですって言われてなんかね嬉しかったですけどね、あ、まあでもいいライブでした ね、 ね、よかったね、はい、うん、ちょっとこうゴールデンウィークの爽やかな風って感じでね、うんうん、楽しいライブでしたけども、はい、それでその後城下公会堂で、うん、岡山もね城下公会堂、ね、うん、城下公会堂でアコースティックやるのはね4年ぶりしてましたね、あ、スクービー、そうか、うん、去年リーダーと長生きやった、そう、僕とねジョーでジャズラナイトをね、うんうん、去年の10月かな、ね、あれ去年だよね、そうそう、うん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 、なんで、まあ、僕らはね、うんうん、割と久しぶりな感じじゃなかったんだけども、うんうんうん、あ、城下も変わらずで、スタッフの皆さんもね変わらずすごい優しくて、ね、いい感じで、お客さんも結構今回はね、来てくれて、そうだね、なかなか良かったですね、なんかタイミングも良かったかもね、うん、こうなんかようやく来れるっていうところで、ね、うん、しかもほら岡山でさワンマンやるのも久々だけど、うん、ちょっと着席でこうマイペースで見れるっていうのも、まあ、あれがいいよね、ね、あのサイズ感でね、うん、そう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 、久々の感じだと、うん、あれでこう俺らの曲をじっくり聴いてもらえるっていうのはなんか嬉しかったね、あの感じもね、うん、俺その時にほら MC でさ、あ、みんな岡山のいいとこっていうのを言っててさ、そうね、何かありましたかみたいなね、そうそう、うんうん、で俺だけまあ何かあまりネタがなくてさいやいやいや、ね、いいんですよ、いいです、近くのギャラリーでさ、うん、あね、豆皿店をやってるっていう話をして、そう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 、でそれ言っといて行かないのもあまりだろうと思ってさ翌日行ったんですよ律儀だね、偉い、うん、ね、そりゃちょっと爪痕残さなきゃなと思ってで朝からやってたんだね、11時からやってて、あ、なるほどなるほど、うん、でね、アートギャラリー油亀っていうとこなんですけど、あ、言ってましたね、はいはい、うん、古民家をね、まあ、改装して、うん、でそこに、まあ、いろいろ展示、だから小皿をやったりとか、うん、なんか誰かの絵画をやったりとかって、まあ、アートスペースなんだけども、うんうん、もう古民家でさ気持ちいい感じなんですよ、風が吹き抜けて、うんうん、いいねいいね、で、まあ、そこの小皿、まあ、豆皿って言って全国のね作家さんの、まあ、うんうん、お小皿をさ、うんうん、出荷してて、うんうんうん、で、まあ、買えるんだけども、うんうん、まあ、そのね豆皿ってもすごい素晴らしかったんだけど、うんうん、そのね古民家でずっと BGM が流れててさ、うん、なるほど、うんうん、音楽がね、で、うんうん、ちょっとボサノバ調の曲が流れてて、うんうん、ああいい感じですね、いいじゃん、いい気持ちいい感じ、うんうん、ね、うんうん、でなんかふとでも耳をやると、うん、ところどころなんか日本語が聞こえるんですよ、おーおーおー、こうなんかケニーランキンぐらいかなと思ってたんだけども、ああ、うん、声も朴突で、うん、なんか日本語に聞こえるから、うん、あれこれ日本人だなと思って、うんうんうん、ちょっとそっちに耳がいっちゃって、うんうん、こうよくよく聞いてると、うん、なんかね言葉の感じもちょっと変な感じなんですよ、変な日本語っていうか、はははあ、なるほどなるほど、こう無理くり乗せたような日本語は、うんうん、意味がある歌詞というよりは、うん、音で言ってるというかね、そうそうそう、うんうん、で、あ、まあこういう地元のね、例えば岡山って結構造形が深いから、まあ、なんかのさ、そうそう、アーティストいそうだね、素敵なミュージシャンがね、そうそう、いそういそう、人の CD とかかけてんのかなと思って、うんうんうん、でもちょっとあまりにも気になって、曲がいいからさ、
うんうんうん、なんかいいなこれと思って、うんうん、あまりに気になってその、うん、今楽曲をさ流すとこう、うんあのうん、アプリでさ検索してくれるのあるじゃないですか、うん、あシャザムとかそういうやつシャザムとかサウンドホックとか、うんうんうん、あるねそれでちょっとチェックしようと思って、うんうん、やってみたら、うん、あのいかにもっていうねいかにもマスかと思ったんだけど、うんうん、いかにもっていうグループが出てきて、はいはい、でもジャケット見た瞬間に、うん、あーと思っておこれあのケイタイモさんいるじゃないですか。あのジャピンピンとか元ビークルの鍵盤の、うんうんうん、あのケイタイモさん、はいはいね、中国の弁髪みたいな髪型で同じ、はいはい、ラメマーのねそうそうケイタイモさん、うんうん、ケイタイモさんが2016年に1枚だけ出したいかにもってバンドの CD だったんですよ、あのねあのまあ、元ボノボの、今ユアソンかマズイイズミと、うんうん、あとあのグッドラック平和のあの鍵盤の野村くんって、あ、3人で、あの、やってるやつなんだけど。いいメンツですね、またね。いいメンツ。非常に、うん。で、なんか、良くてすごく。うんうんうん。もう、その、お皿も買って、うん、で、その音源もダウンロードして、うん、まあ、それでその日は、四国へ移動だったので、その移動の道中でね、うんうん、アルバム聴いてたんですけど、うんうん、良くてさ。うんうんうん。で、まあ、うちの PA のね、うんまあ、マキさんが、まあ、ウジャビンビン、うん、まあ、その、ケイタイモさんとは、まあ、うんうんうん、かなり我々と同じぐらいの付き合いなわけですよ。そうだね。バンドの PA やってたもんね、うんうんうん。で、マキさんに知ってるかなと思って、うんうん、ちょっと聞かせようと思ってさ、うんうん、かけてさ、うんまあ、何も言わないで、まあ、何曲か後に、マキさんこれ知ってるって。聞き酒的なことで。そうそうそう。うんうん、マキさんすごい仲いい人の音楽なんだけど、うん、つって。うん、あ、ケイタだとかっす。すぐわかんだ。すぐわかんだ。声がケイタだもん。メロディーと声がケイタだもん。つって。ああ、そうか。すごいね。ケイタくんだとかっつって。へえ、気づくんだね。すごいなと。でも、なんかね、よくてさ、ウジャビンビンとかもさ、あの、うんうん、まあ、聞くんだけど、うんうん、ウジャもかっこいいんだけど、いかにもはなんかね、うんうん、その、まあ、ちょっと、岡山とか四国の気候とか、ああ、でもそうか。風景とマッチしちゃったのか分かんないんだけど。天気も良かったし。うん、すごい良くてね、うんうん。それちょっといい、これは、これを見つけられただけでもいい旅だったなという。ああ、はい、いや、いいですね。ケイタさん、多彩だね、うん。漫画もね、今ね、4コマ。そうそう、イラストも面白いしさ。うんだって、ビークルやって、ウジャビンビンがまた全然違うバンドだしね。ねえ。もともと、なんでビークルに入ったんだろうが。逆にそうか。逆に、ね。こっちの素養なんだな。そうそうそう。いや、でもいいよね。うん。ケイタさん。そうか、そうか。いや、いいですね、それはね。いや、そんなでしたね。それを経て、ええ、四国まで足を伸ばし、ね。山地風ロックフェスということで。四国中ホール、良かったですね、綺麗でね。ねえ。ね、あそこ新しくできたんだろうね、きっとね。最近できたみたいですよ。僕らは小ホールって方でやったんだけど、うん、大ホールもあって、うんうん、なんかスカパラ来るって書いてあったかな。そうそう。なんか今度ね、来たりとか、みんなね、ね、大御所たちはあそこでやられてる。やってるらしいね。ね。いやいやいや。うん、で僕らもさ、ああいうフェスっていうか、ほら、5バンドとか出るのさ、うんうんうん、超久々だもんね。確かに星音とか以来でしょうかね。あ、そっか。だ、うん、去年のね。うん。星音また今月末も行きますけど、うん、岡山。あのなんかさ、すげえ音がドガーンって出てて。音でかかったね。ねえ。あの、いやなんか、フェスやん、フェスやんって思ったね、なんかね。これこれって感じはあったね、うん、リハでやってて、うん、あまあ本番これ大体収まるパターンだなっていうかさ、うん、そのボワーンってなってたから、うん、空間の鳴りと生音とで、うん、本番さらに倍ぐらいになってて、うん、鳴り響き方がなってましたね、うん、ねなんかこれぶっ飛ばされんなと思って自分たちの音で あれは気持ちよかったけどねかなり気持ちよかったね、うん、面白かったですねあの大音量で方たちもすごく。そう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 。熱いバンドがいっぱい出てて。そうね。みんな感じよくてさ。ね、そうね。なんか良かったですね。うん、呼んでもらえて。ね、ああいうところでなんか爆音でドカーンってやれてね。気持ちよかったですわ。はい。うん。非常にゴールデンウィークは満喫しちゃいましたね。ね、濃厚でした。我々ね。はい。
ちゅうことで、うん、ゴールデンウィークが終わっても、はい、今月はライブがたっぷりあるでちゅうことで、うん、今週末は、はい、岐阜行って、岐阜行って、で、京都行ってですね。うん。タクタク、ワンマンですね。タクタク配信ありですね。はい、で、その次の週が仙台2デイズ。2デイズですね、振り返るのね。うん。はい。そしてその次の週が、星音&姫路ベータっていうことで。そしてその前にスクビトゥーがね、20そうなのよ。三茶で。グレーン積むんですね。やりますんで、これはもうあのライブ来れるやつは絶対来いよっていうことでね、うん、楽しみにしてほしい。リーダーは今日もライブでしょ、うん、そうですね、5月11日、自由が丘ハイフンでね、バンドバーもジャズリオル、まあ、ジャズバーなんで、気軽にね、お立ち寄りいただけたらなと思います。そうか、はい、ちょっとなんかこう、まったりしながら楽しめる感じですね。そうですね。はい、ね。よろしくお願いします。来月もたくさんライブありますけど、うん、大手町三井ホールでね。そうだね。ゲットアップリリース20周年記念日のスクービードゥ。はい。これも大きいとこでやりますんで。チケットは。ね。青森、盛岡も行きますので。ですんでね。はい。絶賛販売中でございますんで。はい。ぜひとも会場で会おうぜっていうことで。はい。そんな感じかな、今週はね。はい、それでは、また来週。